はい、皆さんこんにちは。私はレック専任講師弁理士の西田です。よろしくお願いします。さて、今日はですね、2023年向け、論文本試験対策のスタートダッシュゼミの、説明をさせていただきます。さて、この講座はですね、まだ夏の間にですね、多くの受験生が論文対策スパートかけてない状況にですね、この時期にですね、先に論文式試験の、必須の要素を身につけて、周りの受験生に、差をつけてスタートダッシュして、来年向けの23年向けですね、23年向けの受験を優位に進めようというゼミです。ですので、ぜひ皆さんもですね、ご興味をお持ちになりましたらですね、ご受講いただければと思います。それではですね、じゃあ具体的にどういったものを、どういった内容の講義をするのかっていうのを皆さんに簡単に紹介させていただきたいと思います。ではですね、まずですね、レジュメをお見せするんですけども、その前にですね、じゃあ重要な要素、論文式試験に合格するために重要な要素っていうのは、いくつかあるんですけども、普通の受験生の皆さんはですね、じゃあ何が必要ですかと言われたら、例えば特許法の知識が必要だとか、四法の知識が必要だとか、そういうのが頭に浮かぶと思うんですけど、もちろん必要です。その基礎知識はね。ただですね、私がいつも受講生の方にお話しさせていただいているのは、条文レベルのまず基礎知識を身につけてください。で、その上で論文式試験ではさらにいろいろないくつかの要素が必要ですよというふうに言ってます。で、いくつかと言いますけれども、その中で私が考えている2本柱のことがあります。それは何かというと、まず1つ目は、出題者の意図を汲み取る。よく聞きますよね。よく聞きます。問題文を読んで出題者の意図を汲み取るっていうのが一つ目です。で、もう一つ、二つ目。二つ目は何かっていうと、結局論文式試験っていうのはアウトプットをして論文を書いて提出して、合格点つけてもらうということですので、やっぱアウトプットの力をつけなければいけません。ですから、論文の書き方、答案の書き方ですね。これを重要視しております。で、この2本柱を身につけていけば、間違いなくね、合格点を取れる力がつくというふうに私は確信しておりますので、ぜひ皆さんにその力を身につけてほしいなということをお伝えするゼミになります。じゃあですね、詳細はですね、具体的なのはどのようにやっていくかをちょっと、レジュメをお見せしながら説明させていただきます。さてですね、今日は一例として過去の、当連で活用した問題を用意しております。で、これ特日の問題なんですけれども、じゃあ特日の問題出てきたときに、じゃあどういうふうに読み方をするのか。当たり前だと思うかもしれませんが、もう一度確認させていただきたいんですけど、問題が出てきたら一般的にはここのように柱書き、問題文柱書きがありますね。で、その後に、この感じに、設問。今回だと、設問をもう少し詳しく分けて、カッコ1、カッコ2っていうふうになってます。この例ですと、次に問題2が来て、3が来てと。というふうになってます。今回関しては4まであります。ね。設問があります。じゃあ、どんな読み方をしていくのかと言いますと、まずはですね、私が皆様にお勧めしているのは、問題文の柱書き、最初の事例ですね。全体像のこういう事例で話を進めますよというふうに言われるところがあります。この事例の部分は、柱書きの部分は、そのまんま受け取ってください。そのまんまというのは、この範囲で今から出題する質問に答えてくださいっていうのが出題の意図なんですよ。大きい。ですので、これ以外のことを、あれもあるな、これもあるなっていうのは、まずは考えないで、ね、柱書きに関しては言われたまんまを受け取ってください。で、その世界で考えるということを意識してほしいなと思います。で、次に設問なんですけど、設問。設問に関しては、基本的には設問には、近年はですね、設問にも事例がありますので、事例はそのまま受け取ってください。柱書きと同様に。こういう世界で話をするんだなと。で、その後、直接聞きたい文章が出てきます。例えば今回だったら、本件訴訟において、オツが成し得る主張を以下のそれぞれの場合について説明せよと。まあ、なお書きあります。なお、機械 M の発注にあたり、兵は発明論について守秘義務を有していると。というふうに言っております。で、この設問で一番聞きたいところは何かって言ったら、本件訴訟において、オツが成し得る主張を以下のそれぞれの場合について説明せよと。ここですよね。この一文です。で、この設問に関しては読み方は少しアレンジしていて、どうするかっていうと、この設問を自分がわかりやすいような日本語に変換してください。まあちょっと変な言い方してますよね。日本語なのに日本語に変換してくださいと言ってます。ただ、まあ法律の、条文読んだりとか、法律の問題解いたことある人はお分かりだと思いますけど、ちょっと日常会話と違って特殊なことも多いですよね。何を聞いてるか。日常の普段の感覚で言うと、何を聞いてるかわからないことも意外とあります。ですので、この法律論文としての質問を、自分が分かりやすいような言葉に置き換える。それが日本語であって分かりやすい日本語なんだけど、分かりやすい日本語に変換するということを私は和文和訳というふうに言っています。その和文和訳をお勧めしています。で、例えばこれだったら、本件訴訟においてオツが成し得る主張っていうのは何か、何を答えればいいかって言ったら、主張を聞いてるんですけど、主張って何があるのかというと、まあ、勉強していったらもうすぐわかるんですけど、主張には、訴訟上の主張には、まあ、否認と抗弁があります。ですので、まあ、今回に関しては主張が聞かれているので、まあ、否認と抗弁を検討しましょうよっていうのが、まあ、直接事項です。で、否認を検討するためには、まずやっぱりやんなきゃいけないのは、特許法ですと特許権の侵害。ね、特許権の侵害。まあ、もうちょっと詳しく言うと、権限を除いた形式的な侵害、条文上の侵害に該当するかどうかを検討する。これが最初にやること。そして、否認できるかできないかを検討する。で、否認できない場合は、抗弁を説明すると。っていうのが、まあ、このオツが成し得る主張って言われたところを和訳したものです。このように分解して考えれば、自分が分かりやすいようにすれば、あとは答案上に、侵害の検討して、否認できるかできないかを書いて、その後に、できないんだったら、抗弁を説明するってやればいいんだな。まあ、大体これで、実は答案構成もある程度出来上がるんです。こういうメリットがあります。で、さらに、まあ、主張って言われてるんで、こういう時に、特許庁への手続き等は書かないと。こういうことも注意しなきゃいけない。例えば、無効審判請求をするとか、そういうことは書きませんよってことですね。このようにですね、私は和文和訳して考えましょうっていうのを、講義では毎回説明しております。ですので、ぜひそこら辺を身につけていただけたらいいかなと思います。これは問題文の読み方です。さて、次にですね、じゃあ実際に問題文読めましたとしましょう。そしたら、じゃあ、回答、答案例はどういうふうに書けばいいのかということなんですけど、私は答案例をですね、これもかなりこだわっていると言いますか、私は一応、10年以上、講師させていただいているんですけど、そこでもずっと、まあ、受験時代も合わせるともう15年以上やってるんですけど、答案をどういうふうに書くかっていうのもずっと研究しております。で、研究して、これがいいかなと思ったのがありまして、それは何かというと、まずですね、ちょっとここを見ていただきたいんですけど、答案例はですね、皆さんに提供させていただくのは、今全体像をお見せします。もう一度後でお見せしますけど、見開きページで紹介してます。で、見開きページで紹介する、提供するのはどういうことかっていうと、文章としてだけではなくて、ビジュアルとしてどの項目をどれだけ書けばよいのかを分かるようにするために見開きにしております。そうすると見ていただくとお分かりなんですけど、これ今回ですね、特許法実用新案法の答案が一番私すごい意識して作ってるところなんですけど、まずちょっと全体像を見せますね。引きでやります。そうすると何が言えるかっていうと、私はですね、こう特許法実用新案法の答案はこう答案でいうと3ページだけ、だから60行以内で書きましょうってことを進めております。これはなぜかっていうと、本試験では時間も限られてるし、答案もマックスでは4ページありますけど、スペースが限られてるわけですね。4ページ以内と。で、そのあたりを考慮して、時間とスペースを考慮して、特日だと1問につき、題問2問出題されて2時間ですから、1問につき、題問1問につき、だいたい1時間ぐらいで解かなければいけませんよね。ですので、その時間配分も考慮すると、だいたい60行以内で書ける答案を書くといいんじゃないかということでお勧めしております。そして、この答案実はですね、もしかしたら巷にもこういうのも出ているかもしれません。でも、実はですね、これ見た目が似ているから、どこにでもあるのかと思いきや、すごく重大なことがもう一つありまして、それは何かっていうと、ここなんですね。1行30文字で書いてます。1行30文字以内で書いてます。ですから、ここですね。例えば、この列、この行か。この行、30文字以内で書いてます。実際書くのには30文字もちょっと多めかもしれませんが、30文字で60行書くのは、1時間以内で、答案構成も含めてね、書くのは可能な範囲です。これがね、30文字以上超えちゃうと、なかなかちょっと容易ではないですね。ちょっと特殊にすごい書くのが早い人とかになってこないとなかなか難しいです。ですので、書くスピードはごくごく標準な人で、あとは練習さえすれば書けるような量を提供しています。これがすごく大事で、これこそがまさに答案例だと思ってます。ね、実践で使える答案例、ね。こういうのを提供しております。ですので、これをですね、皆さんが身につけていただければ、本当時間内に合格点が取れる答案が書けるようになるということですね。この書き方とかに関しましては、今回に関しては紹介ですので、全部を説明することはできないですけど、講義の中でですね、この詳細は説明しております。ただもう少しだけ言うと、じゃあ具体的に中身どういうふうにやってるかっていうと、大事なことは、設問番号を必ず書きましょうと。で、あとはタイトルを書きましょうと。その中で説明文を書いてくださいというところは、かなり推奨しております。それはですね、ここにも書いてあります通り、必ず設問番号とタイトルを書いて、どこに何が書いてあるのかを一目でわかるようにしていますと。そうすることによって、読み手が楽になるわけですね。ここにこれが書いてあると。やっぱり読み手も人間なんでね、読みやすいと、いいんじゃないかなってなりやすくなりますのでね、ぜひそういうところも意識してください。よろしいでしょうか。ぜひですね、この詳細は、講義でご説明いたしますので、ご興味ありましたら受けていただければなと思います。はい、そうですね。今回はですね、紹介でしたので、このあたりになりますけれども、講義ではですね、今のような大把握の仕方とか、答案の書き方っていうのをより詳細に説明しております。ね、ですので、ぜひですね、それをお聞きになっていただいて、大把握できるようになるし、あとは聞いた中身を活かして答案の練習をしていただければ、合格点を取れるような答案が書けるようになりますので、ぜひご受講いただければなと思います。それでですね、ぜひ周りのまだ受験生がスパートかけてないうちにスタートダッシュをして2023年の、論文対策を優位に進めて2023年の合格を勝ち取ってほしいと思います。ぜひ一緒に頑張りましょう。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。